平野紫耀インスタ投稿予告にファン歓喜。ジグヒラインシンガポール、早く明日になあれ。平野紫耀新たなインスタ投稿がファンの期待に応える。日本の俳優、平野紫耀が、自身のインスタグラムアカウントを通じて新たな投稿を予告し、ファンたちを喜ばせています。 10月24日日、ナンバーアイの平野市洋が、数日間の沈黙を破り、新たなストーリーズをアップしました。この投稿は、彼のファンにとって待ち望まれていた瞬間であり、SNS 上では彼の活動に対する期待が高まっています。神宮寺雄太とプチ旅行。彼が公開したのは、自身の後ろ姿が映し出された写真と、次のようなコメントでした。 には岸くん来る前にジンとプチ旅行をシンガポール行ってきたから明日写真あげよう、かしら。このカズフミからは彼のシンガポールでの新たな経験や旅行についての情報が予想されます。また彼は10月16日月曜日には自身の紙でできた毛玉をストーリーズで公開し、ファンたちとのコミュニケーションを保ちつつ、彼自身の活動を継続していました。しかし、 ここ数日、彼のインスタグラムアカウントでは活動が停滞していたため、10月25日水曜日に新たな投稿が予定されることは、彼のファンにとって待ち望まれた瞬間でした。ファンからの歓喜の声、SNS 上では、平野仕様のストーリーズがアップされると、多くのファンから歓喜の声が上がりました。ファンは、 平野の投稿を待ちわびており、彼の活動に対する愛情とサポートを表現しました。以下は、SNS 上で寄せられたファンのコメントの一部です。しようくんから9日ぶりに、連絡嬉しい。しようくんからの、ストーリー嬉しいよ、からジグヒラインシンガポール、楽しみすぎる。明日が楽しみ。 彼のファンたちは彼の活動を通じて彼の日常や新たな体験について詳しく知ることができそれが彼らにとって楽しみの一つとなっています。平野仕様のインスタグラムアカウントからの新たな投稿予告により彼のファンたちは期待と興奮に包まれました。彼の SNS 活動を通じて 彼の日常や新たな経験に親しむことができ、ファンとの絆が深まっています。ファンたちは彼の今後の活動に期待し、彼のインスタグラムアカウントからの新たな投稿を楽しみに待っています。平野紫仕様のファンにとって、彼の SNS は彼の世界に触れる窓として大きな意義を持っており、その窓が再び開かれる瞬間を待ちわびています。